付き合ってほしいの。イルミネーションに照らされたまだ10代の君が言った一言。恋を知らなかった俺が恋に気づいた瞬間だった。いつからだろう、君が変わっていったのは。付き合ってほしいと言ったその唇で。私は高卒とは付き合えないから別れて。と言い放った。あれからもう10年の時が過ぎ、今目の前に大人になって、綺麗になった君が白衣を着て現れた。その唇は今度は何を語るんだろう。俺の名前は福島達彦。大学で教授として働いている38歳だ。ある日、俺が大学の校内を歩いていると、ガツンと衝撃が走った。痛い。痛みは肋骨付近に広がり、俺は立ち上がることさえできずに、その場に倒れたままだった。すみません、大丈夫ですか？どうやら学生の自転車とぶつかったようで、その学生は慌てて声をかけてきた。痛みで返事さえできない俺。大変だ、救急車。学生が救急車を呼び、俺は地域で有名なマンモス病院に運ばれた。俺はある理由から、この病院に運ばれてほっとしていた。俺を見た医師が、福島さん、肋骨を骨折してますね。肋骨は手術ができないので、経過観察のため一日入院ですよ。と言った。入院か、とんだ災難だな、と俺は思っていた。だがこの入院が俺の未来を変えることになるとは、この時はまだ知らずにいた。翌日、福島さんは痛みがだいぶ強かったんで、痛みが和らぐまではコルセットを装着してくださいね。俺はコルセットを巻かれただけで退院することになった。入院費の精算のため収納窓口にいた時、もしかして達彦？と後ろから声をかけられた。その聞き覚えのある女性の声に少しの懐かしさと苦い思い出が蘇り、俺は複雑な思いでその声の方を振り返った。声の主はやはり俺が予想した通りの女性、川崎美和だった。美和は白衣を着た姿で驚いて目を丸くして立っていた。俺の記憶の美和と照らし合わせるとさらに大人になり、美人度も上がっていて思わず目を見張ってしまった。美和はそんな俺を一別し、私、ここの内科医になったの。高卒でも風邪ひくのかしら。と、蔑むような笑顔と目線でにやりと笑った。そんな美和に、なんでこんな嫌味を言うんだ、と内心腹立たしく感じたが、俺は何も言い返せなかった。俺と美和は高校時代の同級生で、お互い1年生の時から学年で常に成績がトップクラスだった。故に、お互いがお互いを認めるライバル同士だった。俺と美和は常に順位を争い、1位を取り合っていた。今度こそ負けないんだから。美和はいつも1位の座を取られると、そう言いながら自分を鼓舞していたようだ。勝率で言えば、俺がかろうじて勝っていたので悔しさもあったのだろう。そんな俺たちは2年進級時に、進学別にクラスを振り分けられたことで同じクラスとなった。医者の家系の美和は医学部を目指し、俺は工学部進学を希望と学部は違うが、同じ理系クラスで共に学んだ。相変わらずライバル同士の2人だったが、夏休みに図書館で偶然出会ったことからその関係が変わり始めた。俺の家は母子家庭で、父親は俺が幼い頃に病気で他界していた。俺は女手一つで育ててくれている母に苦労をかけないために、塾には通わず1人で毎日勉強していた。俺は通っている私立高校の特待生制度を利用し、学費も全額免除だった。達彦、クーラーつけてもいいのよ。扇風機をつけてる俺に母が言った。ありがとう。図書館の方が落ち着くから図書館に行ってくるよ。そう言って夏休みの間は、冷房などの電気代を浮かせるために、クーラーの効いた図書館で勉強しながら一日を過ごしていた。静まり返った図書館には、俺がページをめくる音と書く音だけしか聞こえなかった。数時間経ったその時、俺の方にコツコツと近づく足音が聞こえた。誰だ？そう思って足音の方を向くと、そこに現れたのは美和だった。福島くん、ここでお勉強？小声で美和が聞いてきた。ああ、川崎さんは？私は自動車を借りに来たのよ。自動車？うん、私の家は総合病院なんだ。その中に小児科があって、入院する子供たちのために
定期的に借りに来てるのよ。美和が顔を隠しながらその理由を話した。俺は普段クールな美和の意外な一面を垣間見たような気がした。ライバルとして競ってきたが、俺は美和のことを何も知らないんだと改めて感じた。とは言っても、子供の頃からね、医者になるって勉強してきたから、児童書のことはあまりわからないのよ。美和は苦笑いしながら俺に言った。俺は小さな頃から本が大好きで、母に金銭的な負担をかけないように図書館の本を利用していた。なら、これなんかいいよ。そう言って自分のお気に入りでおすすめの児童書を何冊も美和に推薦した。ありがとう、福島くん。美和は晴れやかな顔で俺から本を受け取った。この時、俺の親切が嬉しかったと美和は後に言っていた。それから夏休みの間、何度か図書館で美和と会う回数が増えていき、俺は美和と親しくなっていった。美和と幾度か同じ時間を共有した夏休みも終わり、学校に通う日常が戻ってきた。さて、今日から自習室で勉強するか。俺の学校には自習室があり、土日も空いているので、図書館に通わないでそこで勉強することにした。川崎さんは、今日も図書館に行ってるのかな？日曜日になるとふとそんなことを考えていた。だが、別に約束したわけでもないしな、とそんな思いを振り払って勉強を続けた。そんな日が続いたある日、学校で美和に呼び止められた。福島くん！ん？最近図書館で見かけないんだけど、行かないの？あ、俺、自習室が空いてるからそっちで勉強しているよ。そうなんだ。全然会えないからどうしたのかと思ってたけど、そういうことだったんだね。うん。福島くん、お願いがあるんだけど。ん？あなたが選んでくれる児童書、子供たちが喜んで読んでるんだ。私、どれを選んだらいいかまだわからないから、今度の日曜日、図書館で選ぶのを手伝ってほしいんだ。うん、いいよ。よかった。午前中でも大丈夫？大丈夫だよ。俺は美和と図書館に行く約束をした。また美和に会えると思うとなんだか嬉しかった。日曜日が来て俺は図書館の前で美和と待ち合わせをした。俺が待っていると少し遅れて美和が来た。なんだか元気がなく沈んだ顔をしていた。俺は驚きのあまり、川崎さん、元気がないようだけど体調でも悪い？大丈夫？と聞いた。福島くん。その声は震えていて、美和の目には涙が溢れていた。それ以上言葉にならず美和は泣き出してしまった。川崎さん。俺はどうしたらいいか、おろおろするばかりで、ただ背中をさすって慰めることに徹した。どれくらいの時間が過ぎたろうか、ひとしきり泣いた美和が真っ赤な目をして。ごめんね、福島くん。いきなり泣いたりなんかしてびっくりしたよね。うん、どうしたのかなって思ったよ。少しすると、遠い目をしながら美和が語り出した。私には一つ年下の弟がいるんだ。弟はとても優秀でね、私が行きたかった進学校に通ってるんだ。私ね、その進学校を受験して落ちてるんだよ。いつもそんな弟と小さい頃から比べられてね。私は弟に劣等感を持ち始めて、負けないように人一倍一生懸命勉強してたんだけど、一緒に通ってる塾のテストで弟に抜かれてしまったの。塾は能力別でクラス編成してるんだけど、弟は優秀なもんだから、私と同じクラスなんだ。今まで姉だから弟に抜かれたくないって、そのプライドだけで頑張ってきたんだけどね。美和はため息をつきまた話し始めた。私の家、総合病院だって前に話したと思うけど、私は幼い頃から、病院を継ぐのは長女である私なんだって頑張ってたんだよね。でも、両親は私には見向きもしないで、優秀な弟こそが未来の院長だと褒めちぎるんだよね。私、それが悔しくて悔しくて、どうにもならなくて泣いてしまったんだ。そうだったんだ。兄弟がいない俺、ましてや母子家庭で、継ぐ家や家業さえない俺には、住む世界が違いすぎて、どうやって励ましたらいいのかわからなかった。だが、年下の弟に学力で抜かれたという美和の悔しい気持ちはとても理解できた。川崎さん、よかったら俺と一緒に勉強しない？え？一人で勉強してると行き詰まる時があると思うけど、
二人ならわからないところとか教え合ったりできると思うんだ。いい考えだと思わない？うん、そうだね。ありがとう、福島くん。美和はまだ赤い目をしていたが、そう言ってニコリと笑ってくれた。美和はどれだけ今まで悔しい思いをしてきたのだろう。だがその悔しさをバネにして、いつも頑張ってきたんだなと俺は思った。一緒に勉強することで、俺は少しでも美和の役に立ちたいと思った。そう、これからは美和は一人じゃないんだ。美和は毎日塾に通っているため、塾のない土日の午前中だけ、俺たちは図書館で勉強することにした。もともと同じ学校の学年トップを争う、俺と美和は学力も同じくらいだった。福島くん、これどう解けばいいんだっけ？ああ、これはこの方程式を利用して、こうじゃない？あ、そうか。お互いがわからないところを教え合うことで、かなり勉強を進めることができた。福島くん、私が行ってる塾のテキスト見る？俺は塾に通ってないから、美和の申し出は嬉しかった。そしてそれがプラスに働き、二人が力を合わせれば解けない問題などないくらいになった。とはいえ、時々二人でわからない事態に直面してしまうこともある。だがここは図書館。答えを導いてくれる本がすぐそばにある。あった！これじゃない？そうだね。本も二人で探せばすぐ見つかるし、勉強も一人でするよりはるかに効率が良かった。いつものように図書館で待ち合わせをしていると、福島くん！満面の笑みで美和が俺の元に走り寄ってきた。やったよ、福島くん。私テストの点数で弟に勝ったんだよ。嬉しそうに美和が俺に言った。よかった。頑張った甲斐があったね。うん、福島くんのおかげだよ。いや、川崎さんが努力したからだよ。俺は照れ隠しでそう言った。ううん、半分は福島くん。もう半分は私の努力ってことで。そう言って俺の方を見て笑う美和。美和に笑顔が戻って心から良かったと思えた。できるならもう泣き顔は見たくないなと思った。美和と一緒に勉強するようになって4ヶ月経とうとしていた。街はクリスマス一色の装いになっていた。ねえ、福島くん、もうすぐクリスマスだよね。よかったら一緒にイルミネーションを見に行かない？そうだね。たまの息抜きにはいいよね。俺がそう言うと、美和はゴニョゴニョと何か言っていたが、え、何か言った？と俺が聞くと、なんでもない、約束だよ。じゃあまたね。そう言ってスキップでも踏んでるかのように軽やかな足取りで帰っていった。もう福島くんたら女心分かってないんだから。ゴニョゴニョの中身はそんなことだったと後に美和から聞かされた。クリスマス当日、俺たちは駅前のイルミネーションを見に行った。ここのイルミネーションは有名で、毎年多くの人で賑わっている。綺麗ね。うん。少し二人でイルミネーションを見ていた。福島くん。突然美和が俺を呼んだ。うん。私と付き合ってほしいの。イルミネーションの光が美和の顔を照らした。綺麗だな。俺は美和を見てそう思った。俺は図書館で話すうち、頑張り屋で負けず嫌いの美和がずっと気になっていた。その思いは会うたび強くなっていた。だが、恋を知らない俺にとって、それが何の感情なのか気づけずにいた。だが、今はそれがわかる。俺は美和を好きになっていたんだ。川崎さん、俺でよければ。うん。そして、俺たちは付き合い始めた。俺たちは3年生となり、ここからは受験一色の毎日になっていった。俺と美和はそれでも土日に図書館での勉強会というデートを積み重ね、より仲を深めていった。母さん、俺付き合ってる子がいるんだ。まあ、ほんと？達彦に彼女ができたんだ。お母さん会ってみたいから今度連れてきて。母は俺に彼女ができたことを喜んでくれた。お父さん、お母さん、私付き合ってる人がいるの。そう。受験に支障がないようにしなさいよ。そんなことを言うんだ。私がどんな人と付き合おうが関係ないんだ。美和は自分に対して無関心な両親に腹が立ったと言っていた。まあ、いらっしゃい。達彦にもったいない綺麗な子ね。そう言って、俺の母は美和に会ってくれた。だが、美和の両親には会うことはなかった。もうすぐクリスマスだね。今年もイルミネーション見に行こうよ。付き合い始めて1年。
俺たちはあの思い出のイルミネーションの前まで来ていた。まさかその思い出の場所で思いがけない出来事を知らされることになろうとは夢にも思っていなかった。あの駅前でイルミネーションを見ていたその時、俺の携帯に見知らぬ電話番号から着信があった。知らない番号だったが、呼び出し音がいつまでも鳴っていて、ちょっと電話に出てみるよ。そう言って電話に出た。そちらは福島達彦様ですね。はい、そうですが、お母様の福島由紀様が事故に遭われて、私どもの病院に運ばれました。至急いらしてください。俺は病院の名前と場所を聞き、すぐさまその救急病院に美和と一緒に駆けつけた。お母様はこちらです。俺は母のもとへと急いだ。母さん、母さん。呼んでも返事することはなかった。その後医師から、ご臨終です、と告げられた。母さん、嘘だろ。なんとか言ってよ。母さん。達彦。美和は俺の肩に手をそっと置いた。俺は今の状況が飲み込めず、ただただ呆然としていた。嘘だよな。そう何度も繰り返す俺の背中をさすって、美和が俺を支えてくれた。美和、ここにいたのね。その声の主は美和の母親だった。その後ろには父親もいた。この時俺は二人に初めて会った。この度はご愁傷様でした。そう丁寧にお辞儀しながら言われた。俺は何も言えず、ただ頭を下げることしかできなかった。美和、帰るわよ。その時、美和の母親が美和に冷たく言い放った。でも、達彦が。これから福島君はお母様の葬儀で忙しくなるのよ。あなたがいたって足手まといになるだけよ。でも、福島くん、私どもはこれで失礼させていただきます。お力を落とされないように。そう言って半ば強引に美和を連れて帰っていった。仕方ないよな。そう思いつつも美和にそばにいてほしかったなと思った。母が目を覚まさない現実をどう受け止めたらいいのか俺にはわからなかった。その後駆けつけてきた叔父とおばが、達彦、大変だったね。そう声をかけてくれた。俺は母の亡骸を少しの間、叔父とおばに任せ、警察や病院関係者とあらゆる手続きを済ませた。俺が手続きに追われている間に、叔父とおばは葬儀社に連絡をしてくれた。正直、俺はどうしていいかわからなかったので、叔父とおばには感謝しかなかった。霊柩車に母を乗せ、俺は一緒に乗り込んで自宅まで行った。後から叔父とおばも来てくれて、いろいろな段取りをしてくれた。母の葬儀は慌ただしく進み、母との別れを惜しむことさえままならないまま、気がつくと母のお骨を抱いたまま、俺は家にいた。家にはいつも笑っていた母の姿はもうない。母さん、なんで言ってしまったんだよ。後から溢れ出る涙、俺は母が亡くなってから初めて声を出して泣いた。しばらくはまだ現実を受け入れられなかった。達彦、ただいま。そう言って母が帰ってくるのではないか。今までのことは夢ではないのか。そんな思いの繰り返しだった。だが、これからのことを考えなくてはいけない現実がそこにあった。俺は気を取り直して久しぶりに高校へと向かった。担任の及川司にどうしても伝えたいことがあった。先生、ちょっと話したいことがあるんで、今から学校に行っていいですか。担任の及川司には事前に連絡をしていたため、職員室で待ってくれていた。もう冬休みに入っていたため、生徒もいなく閑散としていた。先生、この度は葬儀に参列していただいてありがとうございました。福島、大変だったな。及川先生は心配そうに俺を見た。先生、俺は大学進学を諦めます。福島、お前の成績なら大学に進学した方がいいぞ。及川先生はそう言ったが、残された遺産と奨学金のことを考えたら、生活費を稼ぎながらとなると、大学で4年間なんて難しいです。俺はその状態で勉強ができると思えなかった。そうか、わかった。及川先生はそれ以上何も言わなかった。俺は美和にもこのことを伝えなければと思っていた。美和はそれまで何度か心配して電話してくれた。美和の電話は沈んでた俺の気持ちを明るくしてくれた。
今年の終わりがそこまで来ていたとき、美和、話したいことがあるんだ。そう言って美和を呼び出した。辰彦、話って何？俺、大学には進学しないことにしたよ。いろいろ考えたけど、生活費を稼ぎながら大学で勉強するのは難しいと思ったんだ。美和は黙って聞いていたが、俺が話し終えると。そう。と一言つぶやくように言った。大学に進学しないんだね。俺を憐れむように美和が言った。そして俺の方をしっかりと向き。私さ、学歴が高卒の人は無理なのよね。だから別れましょ。クールな美和がそこにいて、俺を突き放すように言った。美和、俺は驚きを隠せなかった。街のイルミネーションに照らされた美和が、俺の知らない美和に思えた。だが、確かに将来大病院を継ぐために努力を怠らない美和には、高卒の彼氏なんて耐えられないだろうな。と、無理やり自分を納得させるしかなかった。わかった。川崎さん、受験頑張って。うん。福島くんもこれから大変だろうけど、頑張って。俺と美和は決して交わることのない人生を歩んでいくことになった。だが、人生なんて何が起きるかわからない。俺は後に回り始めた歯車が美和につながっていくとはこの時予想だにしなかったのである。年が明けると授業もなく受験もしない俺は、高校に通わず就職先を探した。福島、この会社はどうだ？この会社は小さな町工場だが、社長が面倒見のいい人でな。お前も働きやすいと思うぞ。及川先生は、俺により良い仕事先を提案してくれて、親身になって協力してくれた。俺は及川先生が推薦する町工場の面接を受けた。福島達彦くんね。社長自ら面接をしてくれて、採用だよ。俺は無事に就職先を決めることができた。早いものでもう卒業式となっていた。俺が美和と最後に会ったのはこの卒業式だった。俺は美和が志望校には受かったのか気になっていたが、美和は一切俺と目を合わせなかったので話すことは叶わなかった。美和と別れた俺だが確かに心を通わせていた。あの図書館で。別々な道を歩むしかないが、美和が叶えたい夢に一歩近づけるようにとただ願い、俺は美和への思いを封印した。突然の再会に、俺の脳裏には美和との思い出が走馬灯のように蘇る。その思い出に引きずられて無言でいると。ちょっと、何か言いなさいよ。と、じれたように声を荒げる美和。ああ、俺ちょっと怪我してここに来たんだ。と、俺が説明しようとすると。バカは風邪ひかずに怪我するんだね。と、また蔑むように美和が言った。いくら高卒は嫌だと振られたとはいえ、ここまで嫌味な性格だったろうか。と、そんな美和に違和感を覚えた。俺が知っている美和はこんな女性ではない。現実と思い出が交錯していた。あなた、彼のことを知らないの？美和の背後から俺の見知った顔が近づいてきた。その顔は美和への嫌悪感をにじませ、その声にはトゲがあるかのようだった。福島先生！美和は驚いた声を上げた。このマンモス病院で外科医を務める福島さつきは、俺をかばうように美和の前に立ちはだかった。俺がこの病院に運ばれてほっとしたのは、この福島さつきがこの病院にいるからだった。さつきは、あなた、辰彦は大学工学部の教授よ。高卒だとか何言ってんの？と、俺の今の身分を美和に告げた。やめろよ、さつき。と、俺はさつきに言った。ふと美和の方に視線をやると、目を見開き驚いて声も出せない様子だった。美和はさつきと俺を交互に見ながら、え？大学教授って、本当なの？と震える声で聞いてきた。ああ、本当だよ。と俺は名刺を取り出して美和に渡した。その名刺を見るなりまた驚いていた。美和はきっと就職した俺がどうして大学教授になれたか不思議だったんだろう。それは、及川先生が推薦して就職した町工場の社長の一言があったからだ。福島くん、及川先生に聞いたよ。君はご家庭の事情で大学進学を諦めたんだってね。はい。大学に行きたいという気持ちはまだ残っているのかね。はい。そんな俺に社長はうなずき、ある提案をしてくれた。福島くん、俺も工場で働いているが、大学に行きたくてな。
行ける大学を探したんだよ。そしたら夜学の大学があると知ってな。俺はそこに通いながらここで働いてきたんだよ。君が大学に通いたいと言うなら、俺のように夜学に通いながら働くこともできるんだよ。社長。俺は社長の申し出が嬉しかった。諦めてしまった夢がまた開いていく瞬間でもあった。俺は社長の好意に甘え、大学の夜間部に通った。大丈夫だよ。俺にもできたんだから、福島君にもできるよ。頑張ってみよう。社長はそう言って、俺を応援してくれた。何かに悩むと真っ先に社長に相談した。社長は俺を励まし、より良い方向に導いてくれた。病気で父親を亡くした俺にとって社長は父親のような存在でもあった。俺は昼間は工場で、夜は大学でと二足のわらじを履くこととなった。俺は行きたかった工学部の大学に行けてるという喜びから、いろいろなことを吸収しようと日々勉強に明け暮れた。その勉強の成果を見ていた教授に、福島くん、君のその能力には目を見張るものがある。君さえよかったら、俺の研究室に来ないか?と誘われた。俺はその申し出を受けて、社会人ドクターとして、会社と大学両方に席を置き、研究に励んでいった。その結果、今では大学教授にまで上り詰めたのだった。達彦、支払い済んだわよ。と、さつきに声をかけられ、促されるまま俺は病院を後にした。ドアから出る時も、美和は何とも言えない表情で、俺とさつきを見ていることに気がついたが、それ以上何も言えず、俺はその場から立ち去った。あの時の俺は、美和の目にどう映っていたんだろう。肋骨の骨折は厄介で、俺は数日間の自宅療養を余儀なくされた。大学に復帰することはできたが、相変わらず肋骨は痛かった。まだ痛むな。いつになればよくなるんだか。思わずため息をついていた。コルセットのおかげか動けないという状態にはならずに済んだ。俺が大学に復帰したのを知ると、一人の大学生が俺に近づいてきた。福島先生、あの時はすみませんでした。俺に自転車をぶつけた大学生だった。校内を走るときは注意しろよ。俺はそう言って大学生を許した。さて、久々だな。俺は大学の研究室のドアを開けた。教授、大丈夫ですか?准教授の岡田葵が俺に聞いてきた。まあ、まだ完全ではないがな。無理しないでくださいよ。だが、どうしても気になってな。教授は本当に研究熱心ですね。岡田が俺を茶化したように言った。研究室で仕事をしていると、スマホに着信があった。誰だ?そう思いスマホを見るとそこには、美和の表示があった。俺は美和の電話番号を消せずにいた。あんな形で別れたが、俺の中に泣き出した美和の顔がいつまでも焼きついて離れなかったからだ。俺は驚きながらも電話に出た。はい。よかった。番号変わってなかったのね。と、美和の声が聞こえてきた。達彦、会って話したいの。意外な申し出に戸惑ったが、俺は、わかった、と言って承諾した。数日後、俺たちが待ち合わせたのは、あの思い出の図書館だった。図書館の中では話せないので、併設されたカフェに二人で入った。席に座るや否や。ごめんなさい。と美和が謝ってきた。達彦と久しぶりに会ったのに、私ひどいことを言ってしまったね。その顔は後悔に滲んでいた。俺はその顔を見て、ああ、昔の美和だとなぜかほっとした。別に気にしてないよ。そう。でも驚いたわ。まさかあなたに再会できるなんて思わなくて。まあ、俺もびっくりしたけどな。就職したって聞いていたから、まさか大学教授になっているなんて思ってなかったから。ま、普通はそう思うよな。どうして大学教授になれたの?俺が就職したのは町工場だったんだが、その社長が夜学に通いながら仕事をしてた人だったんだ。ある時、社長にそのことを聞かされて、俺も働きながら夜学に通い始めたんだ。その中で、教授に研究室への誘いを受けて、社会人ドクターとして研究に励んだんだ。その結果が今なんだ。達彦、苦労したんだね。美和は、ふう、と大きなため息をついた。そして今度は自分のことを話し出した。家の病院、結局弟が継いだんだ。
だから私はあの病院に転職したのよ。私ね、あなたと別れてから第一志望の医学部に落ちて、かろうじて第二志望には受かったから、その医学部に進んだのよ。美和の表情はだんだんと曇り、その声は悲しげだった。でもすごいじゃないか。第二志望とはいえ現役で受かるなんてなかなかできないよ。達彦。美和は悲しそうな顔をしていた。結局弟は私の第一志望の大学にストレートで受かって、私はまた弟に負けたのよ。私は最後まで弟には勝てなかったわ。弟は優秀な外科医で、私はどこにでもいる内科医。当然両親は病院を弟に継がせたのよ。両親は私に弟と協力して病院を盛り立てていきなさいと言ったわ。でも私はどうしてもそれができなくて、今の病院に転職したのよ。俺はかける言葉を見つけられなかった。弟に負けて悔しくて泣いた美和、テストで弟に勝って嬉しくて笑った美和、すべて俺は覚えているから、どれだけの思いを抱えているのか計り知れなくて、どんな言葉をかけても安っぽく感じていた。私ね、どうしても叶えたい夢があった。そのためにはあなたとの別れが前提だったの。両親がね、お母様を亡くされて天涯孤独になったあなたじゃどうせ大学になんて行けないだろ。高卒と付き合ったってお前にこれっぽっちもいいことなんてないんだよ。お前が将来うちの病院を継ぐつもりなら、そんな高卒との付き合いなんてやめてしまえって言ったのよ。私が叶えたかった夢を両親はちらつかせてね。美和、私は夢のためにあなたへの思いを断ち切ろうと、あんなひどい言い方までしてあなたと別れたのに、あなたを傷つけた報いね。結局は弟が病院を継ぎ、私の夢は破れたわ。自業自得よね。美和はそう言って苦笑いをした。なんかね、いろいろ鬱憤が溜まっててね、あなたの顔を見たら、なんだか当時のことが蘇ってきたのよ。あなたが悪いわけじゃないのに、顔を見たら、あんな風にあなたをバカにする言い方をしてしまったの。単なる八つ当たりだよね。ごめんね。やっぱりなと、俺は美和の説明を聞いて納得した。俺はどこかで美和に違和感を感じていた。どこかで美和が言うはずがない、本心ではないんだと思っている自分がいた。もう、過ぎたことだ。気にしなくていいんだよ。と、俺は美和に言った。ずっとずっと美和は気にしていたんだろう。ほっとした表情を見せ。ありがとう。私もなんだか重い荷物を下ろせた気分よ。福島先生とお幸せにね。と言って美和は立ち上がった。え、ちょっと待って、なんでさつきが出てくるんだ、と驚く俺に。え、名字同じだし名前で呼び合ってて夫婦なんじゃないの、と美和は首をかしげていった。ちょ待って、あいつは違うよ。違うって？さつきは父方のいとこで、あいつにはちゃんと旦那さんと子供がいるんだよ。いとこ？そうだよ、俺は独身だ。さつきは仕事柄面倒だって救世を名乗ってるんだ。俺は怪我をした時、いとこがいる病院に運ばれたってほっとしたんだ。俺は必死に説明してなんとかその場を取り繕った。必死の俺の形相に目を丸くしながら。え、まだ独身なの？恋人は？と美和が聞いてきた。恋人？俺、美和が最初で最後の恋人なんだ。顔から火が吹き出しそうだった。美和もその言葉に真っ赤に顔が染まっていた。美和は恋人は？いないわ。達彦はあんな形で振っておいて、他に誰かと付き合うなんてできなかった。自分だけ幸せになるなんて、そんな資格ないと思って。目にはキラリと光るものがあった。もう美和の涙は見たくないと思った。なあ美和、俺たちもう一度友達からやり直さないか？俺の提案に少しハッとしていたが。うん。図書館デートから始めましょう。美和はそう言って微笑んでいた。どうしても忘れることができなかった美和。俺は痛い思いをしたが、ようやく美和にたどり着いた。俺たちは何度かデートを繰り返し、友達の関係から恋人になっていった。そしてお互いがなくてはならない存在となり、数年後結婚した。美和は内科医としてあの病院で手腕を振るい、今は内科部長という肩書きを手に入れた。俺は大学の教授として研究に没頭する毎日だ。時々美和が差し入れを持ってやってくる。待ってましたとばかりに准教授の岡田が頬張る。
さすが美人の奥様の作る料理はうまいですね。知ってますか？大学で教授と奥様はおしどり夫婦と呼ばれてるんですよ。岡田くん、食べるか喋るかどっちかにしてください。またまた教授照れちゃって。岡田は俺をおちょくりながら食べ終わると、では俺ちょっと出かけてきます、そう言って二人にしてくれた。俺と美和は顔を合わせて二人で笑った。俺たちは長い時間を経てお互いにたどり着いた。その時間を埋めるべく今は一緒にいる時間を積極的に作っていた。俺たちには来年新しい家族が増える予定だ。俺は仏前にお茶を供えながら、父さん、母さん、美和と生まれてくる子供を守ってくれよ、と天国にいる両親に手を合わせてお願いする毎日だ。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。みなみさんは、お母さんはいらっしゃらないんですってね。娘と共に娘の結婚相手の家に赴いた先で、その母親からぶしつけな質問をされた。うちとお宅では、家柄が釣り合わないと思うが、そのことについてはどうお考えかな。さらに父親の方も、俺たちを見下したように聞いてきた。大切な娘を馬鹿にされて、俺は腹が立っていた。父子家庭ってことであれば、高校には通ったの？低学歴な人とは話が合わないでしょうから、結婚したってお互いが不幸になるだけよ。息子にふさわしいのは、日本トップの大学を出た人でないと。その言葉に、私はこの失礼な夫婦を笑い飛ばした。そして、娘の正体を説明するために口を開く。すると学歴主義の夫婦が驚愕。私と娘の反撃が始まる。私は山本清彦、シングルファザーで、南という一人娘がいる。妻は20年前、南が小学校に上がる直前に、交通事故で帰らぬ人となってしまった。妻の両親は、さらにその前に病気で他界している。それもあり、それ以来、私の両親、南にとっては祖父母にあたる二人と協力して子育てをしていた。とはいえ、家事とかはほぼ両親に頼りきりで、遊ぶ時間もなかなか取れなかった。運動会でたまには親らしいことをしようとお弁当を作ろうとして、卵焼きを真っ黒にしたり、保育園から熱が出たと連絡が来ても仕事で迎えに行けずに、ずっと心配していて、深夜に静かに眠る顔を見て、やっと安心したり、事業参観にもなかなか出れずに、南本人や出てくれた母から話を聞いたり、休日でも仕事で代わりに父が南を遊園地とかに連れて行ってくれたり、学校へ向かう南を何とか見送れてもお帰りと出迎えることができなかったり、そんな感じで実際には最低限しか関われなかったと思う。それでも南はしっかりと育ってくれた。お父さん、忙しいからってちゃんと食べないとダメだよ。お弁当作ったから食べて。ああ、ありがとう。だし巻き卵、自信作だから楽しみにしていてね。忙しい俺を心配して弁当を作ったり。お父さん、この間ね、先生に褒められたの。そうなのか、よかったな。少ない時間でも俺に学校での話を話してくれたり。私ね、行きたい学校があるの。ああ、南が行きたいなら、私は応援するよ。ありがとう、お父さん。親の私が言うのもなんだが、人の気持ちを思いやれる優しい女性に育ってくれたと思っている。そんな南だが、先日結婚したい人がいると話をしてきた。相手は上原聡太という柔らかい雰囲気を持つ青年だった。南さんとは、仕事の関係で知り合ったんです。聡太さんは、東大卒の弁護士なの。ああ、なるほど。じゃあ、エリートなんだな。
そんなことありませんよ。南さんや清彦さんに比べたら、僕なんてまだまだですよ。そう言って笑う彼は失礼かもしれないが、とてもエリートには見えない。まあ、そんな彼だから、少しおっとりしている南とは相性が良さそうに見えた。二人は20代後半ということもあり、結婚するにしても私は口出しをしないつもりだった。だが、南を優しく見つめて微笑む彼を見ていると、本当に南を大切にしてくれそうだ。蒼太くんなら、南を任せても大丈夫だろう。南のこと、お願いするよ、蒼太くん。はい、必ず幸せにします。幸せにするだけじゃなくて、一緒に幸せになるんだよ。はい。これからもよろしくね、蒼太さん。ああ、南。優しく微笑み合う二人を、心から祝福していた。南から蒼太くんを紹介されてしばらくした頃、ある時南から話があると言われた。今度ね、蒼太さんの家に挨拶に行くことにしたんだけど、お父さんも一緒に来てくれないかな。私も一緒に？うん、蒼太さんのご両親二人とも仕事が忙しいらしくて、なかなか時間が取れないそうなの。だから一緒に両家の顔合わせをしたくて、それでお父さんにもついてきてほしいの。なるほどな。わかった。一緒に行こう。ありがとう、お父さん。ああ、そんなに忙しいなら、上原さんの家の都合に合わせるから、日程が決まったらまた教えてくれ。うん、わかったわ。とはいえ、できれば早めに頼むよ。今は閑散期ということもあり、私の方はまだ時間の都合がつくので、相手の家に合わせることにした。だが、今週末の予定だったんだけど、向こうのお父さんが急遽仕事入っちゃったらしくて。そうなのか。週末の予定だったのがずれたり。なんだか、向こうのお母さんが行事の会議をすることになったって。まあ、行事ならしょうがないか。そんな感じで予定が決まっては何かしら予定が入って延期になることが多く、時にはやっぱりこの日がいいと話が二転三転し、肝心の予定がなかなか決まらずにいる。どうやら本当に忙しいらしい。南から話があって二ヶ月後、なんとか時間が取れたということで、娘と共に上原家にお邪魔することになった。お待ちしていました。清彦さん。ああ、待たせてすまなかったね。いえいえ、うちの方こそ、ここまで先延ばしになってしまってすみません。いや、大丈夫さ。さ、こちらへどうぞ。蒼太くんに案内され、立派な門をくぐる。隣の南を見ると、緊張した顔をしている。そんな私も同じ顔をしている自覚があった。蒼太くんの実家は、大きな日本家屋だった。庭も広く整えられ、池には鮮やかな錦鯉が泳いでるほどだ。屋根瓦も黒光りしていて、大きな玄関にはゴミ一つない。とても立派な家だ。それから通された部屋は広い客間だった。床の間には掛け軸が飾られ、美しい生け花が高級そうな花器に生けられていた。いかにも由緒ある家だとわかる感じだ。そんな客間の中央に蒼太くんの両親らしい品の良さそうな格好をした男女が座っていた。父親の方は和服姿で腕を組んでいる。私たちを見据えて動こうとはしない。上原家にようこそいらっしゃいました。そう言い微笑む母親は愛想が良さそうに見えるが、その目は笑っていないような印象だ。南から事前に聞かされていた話では、父親は上原総一郎、銀行の支店長をしているはずだ。母親は上原優子、私立高校の校長をしているそうだ。両親ともに、蒼太くん同様に東大を出ていて、非常に優秀な二人だと聞いていた。はじめまして、蒼太さんと婚約させていただいてる
山本みなみと言います。父の清彦と言います。今回は娘のためにお時間をいただき、ありがとうございます。蒼太の父親の総一郎だ。母の優子です。さあ、座布団をお使いくださいな。畳の上に正座し、二人で挨拶をした。向こうからも自己紹介されて、促されてから座布団に座る。粗茶でございますが。ありがとうございます。優子がお茶を出し、また総一郎の隣に戻った。本日は遠いところをご足労いただきありがとうございます。表面上和やかに始まった顔合わせ、が、笑っていない優子の目と見下したような総一郎の目を見ると、一筋縄ではいかないような気がしていた。今日はお日柄もよく。ええ、本当に。天気には恵まれたようでよかったですわね。天気の話から世間話をしていたが、早々に優子が。みなみさんは、お母さんはいらっしゃらないんですってね。と、突然ぶしつけな質問をしてきた。母さん、いきなり失礼だろ。別にいいじゃない。事実なんでしょ。ええ、まあ。蒼太くんが優子を咎めるが、本人は気にした様子はない。その様子に、こちらの方が苦笑してしまう。失礼だけど、おいくつの時に亡くなったの？みなみが小学校に上がる前に、交通事故で。母さん、本当に失礼だぞ。その後の火事、誰がしたんです？まさかあなたが？いえ。私の両親が協力してくれたんです。中でも母が家事をしてくれました。女親がいないと困ったこともあったでしょう。いえ、そんなことは。母さん！矢継ぎ早に質問してくる優子に、私も嫌悪のようなものを感じてしまった。母親がいないと家事とか教えてくれる人がいないでしょう。特にお料理とか。私の母が家事を担い、私や妻の代わりに、いろいろとみなみに教えてくれました。そういった経緯もあり、親の私が言うのもなんですが、みなみはとても家事が上手なんです。料理は特に美味しくて、得意料理のだし巻き卵は絶品なんですよ。そうだよ。みなみの家はいつも綺麗だし、俺もみなみの作っただし巻き卵が好物なんですよ。でもね。これ以上言われる前に説明するが、優子は納得していない様子だった。今からこんな様子だと、姑になった後、南が苦労しそうだな。うちとお宅では、家柄が釣り合わないと思うが、そのことについてはどうお考えかな。そんなことを考えていた矢先に、それまで黙っていた総一郎が口を開いた。そして、言われた質問にあっけに取られてしまった。父さん？何ふざけたことを言ってるんだ。それはどういう意味でしょうか。上原家は代々名家なんです。総一郎の言葉を補うように、優子が説明を始める。古くは政治家や官僚なども多く輩出してきました。はあ。私たちももちろん、蒼太も東大を出ています。それに、弁護士としても活躍しておりますの。ええ、それは存じています。蒼太だけじゃなく、蒼太の兄弟も東大を卒業したり、在学中だったりします。母さん、何が言いたいんだよ。学歴なんてどうでもいいだろう。どうでもよくないわ。つまり、上原家はみんな東大に通っているエリート一族なんです。それなのに、母親がいない娘と結婚するとなると、教育やしつけがちょっと心配でしてね。なんてことを言うんだ、母さん。つまり、みなみがこの家にふさわしくない、そう言いたいのだと理解し、だんだん腹が立ってきた。だが、みなみの幸せのために、母親をいさめようとしてくれる蒼太くんのために、それを押し殺すために、強く拳を握って、優子の話に耐えていた。
父子家庭ってことであれば、高校には通ったの？低学歴な人とは話が合わないでしょうから、結婚したってお互いが不幸になるだけよ。息子にふさわしいのは、日本トップの大学を出た人でないと。いい加減にしろ、母さん。失礼すぎるだろ。低学歴？南が？日本のトップの大学を出ていないだけで？ちょっとお父さん。思わず笑いがこみ上げてきて、笑い飛ばしてしまった。それに南がとがめてくるが、気にせず二人を見た。散々言いたいこと言われたんだ。ここから先は、こちらの言いたいことを、真実を話させてもらおうか。私はしっかりと二人を見据えた。急に笑い出して、何なんだ。つまりは、南は父子家庭だから低学歴だろうと決めつけて、うちの嫁にはふさわしくない、と、そうおっしゃるんですね。そういうことです。わかっているのなら、早々にお帰りください。そう言い、鬱陶しいという目で総一郎が言ってきた。うちの娘の人柄や内面も見ずに、父子家庭だからとそう決めつけるなんて、こんなおかしな話は聞いたことがない。あまりにも滑稽すぎて笑いがこみ上げてきました。外面や肩書きしか見ない、そんな薄い人たちなんですね。私が笑いながら言うと、二人とも頭に来たらしい。優子は青筋を立て、総一郎は顔を真っ赤にさせていた。父子家庭だろうが何だろうが、教育はできる。うちの南は、今まで大変努力してきた素晴らしい子です。あなたたちが言うような日本トップの大学を出てはいないが、どこに出しても恥ずかしくない子だと、親の自分が保証できます。何も知らないくせに、自分たちの偏見と価値観だけで決めつけないでいただきたい。つい強い口調で言えば、二人は一瞬口をつぐんだ。そのまま私は立ち上がる。南、帰ろう。こんな失礼な人たちに挨拶なんて必要ない。うん、そうだね。失礼します。その時、襖が開いて、一人の青年が入ってきた。コウタ。あ、弟です。どうしたんだ？ソウタの弟のコウタです。今日、兄の結婚相手が来るって聞いてたので、挨拶しようと。そう言いながら、コウタの目が振り返った南を見た途端、瞠目する。え、山本教授？え、あ、上原コウタって。そうです。学生の上原です。山本教授。俺、山本教授を尊敬してて。え、兄貴の結婚相手って、山本教授なの？落ち着けって。ああ、そうだよ。コウタの言葉にうなずき、蒼太くんはあっけに取られている両親を振り返った。南は今、特任教授として、東大で教鞭を振るっているんだ。特任教授？東大で？信じられない。二人の表情がそれを物語っていた。娘はハーバード出身なんですよ。は、ハーバードだと？ええ、そこで学び、いくつもの論文を執筆しています。その論文が世界で認められ、私の知人を通じて東京大学に招聘されたんです。そして、現在コウタが通っている東大で教鞭を振るっている。そんな自慢の娘なんだ。ああ、でも、あなたたちからしたら、世界最高峰の大学を卒業していても、日本最高峰の大学を卒業していないと、認めてもらえないんでしたっけ。そう言ってあっけに取られている二人を見下ろした。父子家庭なのに、ハーバードって、本当に変わらないな、あんたたちは。すると、ソータ君が本当に呆れましたという顔で立ち上がる。昔からあんたたちは偏見ばかりで、俺の交友関係にも口出しをしてきた。そのせいで友人関係も制限されて、苦しい生活を送った。あの子の父親は底辺だからとか、あの子は野蛮だからとか、
そんなあんたたちのせいで友達なんてできなかったし、友達との思い出なんか全然作れなかった。そうたくんが今までの鬱憤を吐き出すように二人に言う。みなみは、俺が自分で結婚したいと思った唯一の人だ。そんなみえや、古臭い名家のしきたりなんかで、結婚を認めないと言うならそれでいい。俺はみなみの家に婿として入る。上原家とは絶縁する。そうだ。あなた、なんてことを言うの？行きましょう、清彦さん、みなみ。そうたくんはみなみの手を引いて立ち上がらせ、私の背中を押す。そのまま私たちはそうたくんに促されて家を出た。俺の両親が、本当に申し訳ありませんでした。そうたくんが外に出た途端、頭を下げた。そうたくん、俺の考えが甘かったです。いくらなんでも、俺が選んだ相手ならきっと認めてくれるって思ってたんです。なんだかんだ言ってくるけど、俺のためだと思ってたから。君は違う考えなんだよね。当然です。俺は学歴とか仕事とか関係なく、みなみと結婚したいって思ったんですから。あの両親とは分かり合える気がしません。そう言い、そうたくんは顔を上げてみなみを見た。それでも、みなみと一緒になりたいという気持ちは変わらないんだ。それだけは分かってほしい。ええ、もちろんよ。そうたくんの手を取って答えるみなみ。この二人なら大丈夫だろう。そんな二人を見て、私は微笑んだ。あの、清彦さん。大丈夫だ。君は両親を止めようとしてくれていた。君ならみなみを任せられるという思いは変わっていないよ。ありがとうございます。あの、それで実は相談が。それなら、うちで聞こう。はい。あの顔合わせからしばらくして。すみません、社長。ああ、どうした？社長に会いたいという方が来ていますが。仕事をしていると、突然来客があった。来客？誰だ？上原総一郎と、ゆうこという方です。そうか。応接室に通してくれ。かしこまりました。どうやら蒼太くんの両親が来たらしい。名前を聞いて、私は二人を応接室へ通した。私が応接室に行くと、堂々としていたあの時とは違い、落ち着かない様子でソファーに腰掛けていた。お茶、お持ちしました。ああ、ありがとう。秘書がお茶を置いて出ていく。先日は大変申し訳なかった。応接室の扉が閉まると、総一郎が口を開いた。本当に申し訳ありませんでした。南さんのお父様が、こんな大きな会社を経営してるなんて知りませんでした。まあ、あの場では言わなかったし、総太くんも話しておかなかった。いや、彼の話なんて聞いていなかったんだろう。私はとある会社の経営者をしている。まだ南が幼い頃は、事業展開やトラブルで忙しかったが、今は安定している。当時様々なところに手を伸ばしていたおかげで、世界的に視野を広げている。そんな会社だからこそ、社員の中には東大卒もおり、活躍してくれる人もいる。もともと、私自身東大ではないが、京都大学を出ており、学歴はそこそこある方だと自負している。だが、娘の南は私以上に優秀だった。学ぶ意欲も強く、時には私も舌を巻くほどだった。会社を経営しており、当時は特に忙しかったこともあり、時間が取れないことが多かったが、その分できる限り南との時間は大切にしていた。お父さん。ん？私、英語習いたい。ああ、わかった。いい先生がいるところを探しておくよ。あとね、他にも勉強したいことがあるの。どんなことだ？みなみが学びたいことがあるといえば、どんな環境でも用意した。そのおかげか、みなみは勉強が趣味と言えるほど学問にのめり込んでいった。
ミナミはファッションとかに興味はないのか？今はいいかな。今人気のあの飲み物とか欲しいと思わないか？別にかな。それよりも論文読みたいし。そのため、少し世間知らずで流行り物に疎いのがたまに傷だと思っている。お父様とミナミさんは本当に仲良く、何でも話せる仲なのですね。ええ、親子ですから、何でも話してくれるので、娘のことはよくわかっていますよ。我が家とは大違いだ。ソータの考えが、私たちにはわからない。ソータ君の考えですか？はい。ソータは家を出て行ったきり、帰ってこないのです。私も妻も、今どうしているのかと思うと不安で。ソータ君のことは、二人とも本当に心配しているらしい。それは表情から伺えた。定期的に生存しているとの連絡は来るのですが。どこで何をしているのか、さっぱりわからないんです。それで、手がかりをと南さんに会おうとしたら、大学を辞めたと聞きました。何をしているか、山本さんはご存知ではないでしょうか。どうやら、本当に二人は何も知らされていないらしい。あの後、蒼太君とは話し合いましたか？ええ、まあ。この二人は、南との結婚を認めてやると言ったが、蒼太君は納得しなかったそうだ。どうせ、南がハーバード卒の優秀な人だから、手のひらを返したんだろう。そうだが、それの何が悪い？じゃあ、南が普通の大学だったら、結婚を認めなかったのも変わらないんだろう。当たり前でしょう。それの何が悪いんだ。はぁ、結局あなたたちは何も分かってないんだな。たとえ、どんな学歴だったとしても、父さんたちの態度はおかしいよ。おかしい、だと？ああ、どれだけ失礼な態度を取ったのか、自分たちの考えが間違っているとわからないのか。それがわからないうちは、俺はこの家には帰らない。そう告げ、ソータ君は出て行ってしまったらしい。説明をした二人は、すっかりうなだれていて、先日の毅然とした態度は全く見られない。それほどまでに、長男であるソータ君が出て行ったことがショックなのだろう。疑問だったのですが、なぜそんな偏見を持っているのですか？奥様は特に、教育者の立場でしょう。はい。確かに私は、名門私立高校の校長をしております。うなだれたまま、優子が説明を始める。その学校では、毎年東大に入学する生徒が何人もいます。しかし、両親が揃っていて、経済力のある家の方が、圧倒的に合格率が高いです。これだけでは、まだ片親に偏見があるのかわからない。その理由として、片親の子供は、私立高校に入ってくるほどの経済力があっても、勉強だけに集中ができないことが多いことがあります。片親だから、親の負担にならない、もしくは負担を少しでも軽くしようと、アルバイトに出る子供も多い。そうなると必然的に勉強の時間が削れ、中には家庭環境のせいで悩むことで、勉強に集中できないのだろう。時には、授業料を滞納する家庭にも困らされて、そういった家庭の生徒は、やはり勉強意識が低いんです。なるほど。だから、片親の家は貧乏で、貧乏の家の子は低学歴といった、方程式が頭に染みついてしまっているんです。確かに、そんな現状を目の当たりにしたことで、そういった目を持ってしまうのはわかります。しかし、はい。どんな生徒だったとしても、校長として、教育者として、偏見の目で見てはいけないのに、いつの間にか偏見に濡れていました。真正面から、生徒一人一人を見なければならないというのに、私は、人として恥ずかしいことをしてしまいました。そう告げ、頭を深く下げる様子から、反省しているのがよくわかった。総一郎も優子の言葉にうなずき、
同様に頭を下げる。やっと反省してくれたようだ。それなら託されたものも渡せる。私は二人に手紙を差し出した。これは蒼太君と南から預かっていた直筆の手紙だ。いつか俺の両親が心から反省して清彦さんに謝罪したら渡してください。そう言われ今まで預かっていた。父さん、母さんへ。俺と南はこれからアメリカで生活します。南は大学に縁があり、俺はここで国際弁護士の免許を取得するつもりです。父さんと母さんには今まで育ててくれたこと、本当に感謝しています。二人からの干渉が俺には苦しかったのも事実ですが、愛情から来るものだと理解しています。しかし、今回はどうしても我慢できませんでした。これ以上、完全に二人を嫌いになる前に、少し距離を置きたいんです。黙っていたことはごめんなさい。総一郎さん、優子さんへ。私は正直、忙しい中私にたくさんの愛情をくれた父、そして亡くなった母を侮辱されたことは許せません。ですが、蒼太さんとご両親を引き離すのは、本意ではありません。お互いに距離を取り、心を落ち着かせたら、ぜひアメリカに来てください。私たちの生活を見てもらいたいんです。今回のことで傷ついただろう二人からの手紙。それを読んだ二人からは涙がこぼれ、小さく、ごめんな、とつぶやいた。いつまでも子供だと思っていたら、手の届かないところに行ってしまいましたな。そう声をかければ、二人は泣きながら何度もうなずいた。蒼太君も南も、もう立派な大人である。心配でいつまでもそばに置いておきたい気持ちはとてもわかる。しかし、私たち親は、手を離す時を見誤ってはいけないのだろう。寂しいと思う気持ちはあるが、二人の生活が幸せなものであるように、私はそう願った。それから、私と蒼太君のご両親とは、たまに連絡を取り合う仲になった。食事をしたり、酒を飲んだりして、子供たちのことを話すのである。いらっしゃい、清彦さん。お邪魔します。そういえば、二人から写真が送られてきました。ぜひ、食事を食べながら一緒に見ましょう。ああ、それはいい。二人とも、元気にやっていて何よりだ。ええ、本当に。今回はニューヨークで撮ったらしい写真ですよ。ニューヨーク、それは楽しみだ。この時間は、私にとってもとても楽しい時間だ。やはり、私自身大事な一人娘が海外へ旅立ったことは寂しく思ってしまうのだ。そういえば、先日蒼太と電話で話したんです。ほう。最初はお互い気まずくて、ぎこちなかったですが、私が蒼太の話を聞きたいと伝えたら、こうそうしたらしく、様々なことを教えてくれました。それはよかった。ええ。以前の私なら、自分の考えだけを一方的に話して押し付けるだけで、蒼太の話など聞こうとしなかったでしょう。そんな人間には、誰だって話をしたくないと思うのが普通です。ですが、私にはそれすらわかりませんでした。いくらいい学校を出ていたとしても、人間的に未熟だと思い知らされました。今は違うのでしょう？ええ。自分の息子に教わることも多いものですな。そう言い笑う総一郎さんに、優子さんも柔らかく微笑んだ。上原家は名家だと、私も姑に言われてここまで来ました。でも、そうやって威張っているだけで、どこが名家なのか、本当はさっぱりだったんです。そういうものだと、ただ思い込んでいました。思い込みって怖いですよね。そう微笑む優子さんも、そんな彼女にうなずいて微笑む総一郎さんも、出会った頃よりずっと魅力的に笑うようになった。それから、初めの電話をきっかけに、電話やメールのやり取りも増えてきているとのことだ。家族の雪解けも
近いのではないかと感じていた。数年後、私は今日、二人と共に空港にいる。以前、南の手紙に書かれていた、自分たちの生活を見てほしい。それを叶える日が来たのだ。お父さん。南。アメリカの空港で出迎えてくれた蒼太君と南は、少し雰囲気が変わったものの、元気そうだ。久しぶり。ああ、久しぶりだな。元気そうで。こちらとは違い、少し気まずそうに会話をする蒼太君とご両親。さあ、私たちの家に行きましょう。南の言葉に、私たちは蒼太君たちの家にお邪魔することにした。さすが、綺麗にしてるな。ええ、もちろん。家の中を案内されていると、ある部屋であるものを見つけた。これは、ベビーベッド？それに、赤ちゃんのおもちゃ？もしかして。はい、実は。そう言い、優しく微笑みながら、南は自分のお腹を撫でた。そうか、私たちの孫が、そこにいるのか。まあまあ。そうなのか、そうか、私たちもおじいちゃんとおばあちゃんになったのか。そうだくん、みなみ、おめでとう。ありがとうございます。ありがとう。二人は心から嬉しそうに微笑んだ。実はですね、どうやら双子らしいです。あら、孫ができたのも嬉しいのに、それが二人もだなんて。そうだ、しっかりみなみさんを支えるんだぞ。ああ、もちろんだ。私たちのような真似をするな。しっかり話を聞いてやれ。ああ、もちろん。お父さんにたくさん愛されたように、この子たちもたくさん愛するね。ああ、何かあればすぐに連絡しなさい。必ず駆けつけるからな。ありがとう。ほがらかに笑う私たち。あの日の確執がようやく解けた。それから数日、二人の家にお世話になり、私たちは帰国することになった。今度は俺たちが日本に帰るよ。はい、四人で。ああ、楽しみにしているよ。ええ、でも無理はしちゃダメよ。そうだな。みんなで元気に帰っておいで。そう約束を交わし、私たちは帰国した。総一郎さん、優子さん、よければこれから一緒に買い物に行きませんか？買い物？ええ、二人にベビーグッズを送ってやりたくって。それはいいですわ。ぜひ一緒に行かせてください。両家ともに初孫ではしゃぎ、たくさん買って送ったことで、後ほど南に電話で、ありがたいけど送りすぎ。と怒られてしまった。さらに数年後、今度は三人で四人を出迎えることになる。様々なことに偏見を持つことは、人生においてそう少ないことではない。しかし、思い込みによって、本質が見えなくなってしまうことだって多い。だから、誰かにぶつけてしまう前に足を止めて一旦考えてほしい。思い込みや偏見で、すぐに物事を判断するのでなく、本質を見誤らないようにしていくことが必要なのだと、そう思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。お茶も運べないなんて、やっぱり人間じゃないなお前は。化け物は早く会社辞めろよ。彼は鈴木さんにそう蔑んだ言葉を放って突き飛ばした。それから彼が手を振り上げたから、首を覚悟して俺はその手を掴んだ。これ以上の悪事を、いくら彼が取引先の御曹司だからといって人として見過ごすわけにはいかなかったから。俺の名前は橘博、35歳、都内の大手企業に勤めている。普通の会社なら俺くらいの年になればそれなりの役職に就けるのだが、この会社は完全実力主義。新卒だろうがベテランだろうが、仕事ができる人間だけがどんどん出世していく。残念ながら俺はエリートなんかじゃないので、年下が上司につくことも当然あった。そんな激しい競争の中でも、
俺はめげずに食らいつき、なんとかこれまでやってきたのだった。実力主義がゆえにエリートたちは仲間を蹴落とし、のし上がることしか考えていないのもこの会社の特徴だった。俺の上司である女性の金井さんもそのエリートの一人で、日々俺に嫌がらせをしてきた。立花さん、この資料やっといてください。え、ああ、別にいいですけど。でもこんな簡単な資料なら金井さんがやった方が早いんじゃ。こんな簡単な資料だから立花さんにお願いしてるんです。どうせ暇ですよね。金井さんは雑務は全て俺に押し付け、自分は成功すればさらに出世できそうな案件だけをするような人だった。明日のプレゼンの準備で忙しいのにと思いながらも、俺は引き受けた。またある時は、よし、今日は久しぶりに定時で帰れるぞ。あ、立花さん、これ明日までに作成しといてください。金井さんはそう言って大量の資料を俺のデスクに置いた。でもこれは金井さんが明日プレゼンで扱う案件の資料ですよね。いいのいいの、あそことの商談が成立したからって私にとっては何のメリットにもならないから。会社のためではなく自分のために仕事をする、これがエリートのやり方か。卑怯だとは思ったが、それでも俺は上司の言うことに逆らうことはできないので、笑顔で引き受けることにした。そんなことが続いたある日、俺は部長に急遽呼び出された。どうかしましたか？どうもこうも、君がとちったせいで取引先との商談がパーになったよ。ほんといい年して勘弁してくれよ。俺は何のことだかさっぱりわからなかった。僕は何も。もういいから。え？君はもう本社には置いておけない。結果もなかなか出せてないし、視点からやり直しなさい。その後も必死に抗議をしたが、部長は聞き入れるどころか、それ以上盾つくならクビにするぞと脅しをかけてきた。問題の取引の担当者の名前が勝手に俺の名前になっていたのだ。もちろん俺には全く身に覚えはない。そんな俺の姿にほぼ全ての社員が哀れみの視線を向けていた。その中には金井さんもいた。彼女の表情だけどこかにやついていた。あれはいつも俺に嫌がらせをするときに見せる表情と同じものに見えた。ミスをなすりつけられたのだと感づいたが、これ以上抗議をすれば本当に首が飛びそうだったので、俺は泣く泣く本社からの移動を了承した。移動先の支店は絵に描いたような田舎町にあった。用意された社宅に着き、二時を済ませた俺は土地勘を少しでもつけておこうと散歩に出かけた。家の近くには小さな公園があった。俺はその公園に懐かしさを覚え足を踏み入れた。一休みしようとどこか座れる場所を探してみると、ベンチが二つ並んでいるのを発見。一つのベンチには老婆が座っていたので、俺はもう一つの方に腰を下ろし、ふーっと息をついた。すると隣のベンチからかすかに声が聞こえた気がした。そちらを見るとどうやら老婆が俺に何かを話そうとしているようだった。俺は老婆の近くに寄って、何でしょうかと言った。いい天気ですね。老婆はそれだけ言ってニコリと笑った。なんだそれだけかと思ったが、都内に住んでいた頃には味わえなかったのんびりとした街の雰囲気と老婆の優しい表情も相まって、俺の心が安らいでいく気がした。そこから俺は老婆と他愛のない会話をしてしばらく過ごした。俺の対応が良かったのか、老婆は俺を気に入ったと言ってくれた。そして帰り際、これから人生の岐路に立たされると思うけど、決して負けるんじゃないよと助言をくれた。俺はこの時はうまくその言葉を消化できなかったが、人生の先輩からの助言だと思って胸に刻んでおこうと思い、笑顔ではいと答え散歩を再開した。翌日から移動先での業務が始まった。俺は出社してからすぐ事務員の鈴木千恵という女性に目が行ってしまった。鈴木さんの顔には火傷の跡が痛々しく残っていたからだ。俺はその顔を見た瞬間、女性なのにいろいろと大変そうだなと思った。けれどその考えは彼女の職場での振る舞いを見て一変した。誰よりも明るく元気で、何より決してぶれない芯を彼女の中に感じた。彼女は俺よりも年下なのに堂々としていて、移動してきた俺に対しても他の社員と変わらない態度で接し、職場での分からないことに対してはもちろん、
町のことについても親身になって教えてくれた。俺は職場で彼女のような人間と出会ったことがなかったので、とても頼もしく思えて、この町での不安も吹き飛ぶようだった。そんな彼女でも唯一苦手としている人がいた。それは大口取引先の男性社員の高橋。彼はそこの社長の御曹司なのだ。なので仕事は全くできないのに好き放題していたのだ。俺は鈴木さんが彼を苦手な理由が出会ってすぐに分かった。職場に現れるなり、高橋は鈴木さんに向かって、おい化け物、お茶を持ってこいと言ったのだ。命令口調なのは以前から聞いていた彼のイメージそのものだったので、一応見逃すことはできたが、化け物と言ったことに対してはすごく驚き腹が立った。俺が抗議するため立ち上がろうとすると、鈴木さんは目で大丈夫と合図を送ってきた。高橋の言動は決して許されるものではないのだが、鈴木さんがそういうのならと俺を生きかけた腰を下ろした。すると高橋が俺の存在に気づいた。あれ、新人さんにしては老けてるね。こんなにもデレカシーのない人は初めてだ。またしても俺は苛立ってきたが、初対面ということでその怒りをなんとか飲み込んだ。はじめまして、立花博士と申します。立花だと？そう言って高橋は俺の顔をにらみつける。立花って最近まで本社にいた立花のことか？高橋はなぜか俺のことを知っている様子。どうして俺のことを知っているのかと尋ねると、俺は本社にいる金井と付き合ってるんだよ。あいつが最近使えないおっさんを左遷してやったとか言ってたからよ。まさかその無能なおっさんとこんなところで出会えるなんて。俺はやっぱりそうだったのかと、あの時の勘が当たってしまったことに肩を落とした。俺は金井にはめられたんだ。ま、無能なおっさんが一人減ったくらい、あちらさんも困ったりはしないだろうし、あんたにはここみたいなチンケな場所がお似合いなんじゃねえの？俺は何も言い返すことができなかった。無能なのは本当だし、何よりあの時しっかり抗議しておけばよかったと、後悔が渦を巻いて気力をさらっていくような感覚に陥ったから。その後も高橋はひとしきり悪態をつき、職場の雰囲気をめちゃくちゃにして帰っていった。こんなことが定期的に行われるのかと思い、俺はうんざりした。けれど高橋が去った後、鈴木さんが手をパンパンと叩いて、気にしない気にしないと笑顔でみんなを鼓舞した。その一言で職場の雰囲気は彼が来る前の活気にあふれた状態に戻ったのだ。鈴木さんが高橋を苦手としている理由は、自分が傷つけられること以上に職場の雰囲気をめちゃくちゃにすることが許せないからだと思うと、彼女のできた人間性に心を打たれた。同時に世界が彼女のような人間であふれていたら争いが起こることもないのになと感心し、鈴木さんがますます頼れる存在へと変わった。その日の帰り、鈴木さんに紹介したい居酒屋があるからと飲みに誘われた。そこは本当にいいお店で、お酒も料理もとても美味しかった。酔いが回り始めてから俺は昼に会ったことについて言及した。どうしてあそこまで言われて怒らないんですか？いつものことですし、あんな小さな人間に怒るのもなんだかエネルギーの無駄遣いのような気がして、そう思うと案外聞き流すことができるもんですよ。それから彼女は自身の顔についても話してくれた。幼い頃、鈴木さんは火事に遭った。彼女はなんとか一命を取り留めたが、両親は助からなかったらしい。顔のやけどはその時に負ったもので、当時はしばらく落ち込んだそうだが、両親の分も生きなければという義務感が彼女の心を強く刺激して、顔の傷跡も一つの個性として誇りに思いながら生きているという。俺は話を聞いて、壮絶な過去を乗り越えたことが彼女の真の強さに起因していることに気がついた。その後は他愛もない話から込み入った話を繰り返し解散した。それから数週間後、御曹司の高橋が再び会社にやってきた。おい化け物、お茶と以前と変わらぬ態度で鈴木さんに命令をする。けれどこの日、鈴木さんは月末ということもあり忙しそうにしていた。なのでほんの少しだけお茶を出すのに時間がかかってしまった。時間がかかったといってもいつもより 1,2 分遅かった程度だ。それだけでも高橋は激怒した。遅えよ。その時だった。突然の大声に驚いてしまった鈴木さんの手から
入れたてのお茶がこぼれて彼のズボンにかかってしまったのだ。あっち、何してんだお前。鈴木さんは謝罪をしながらポケットからハンカチを取り出し高橋のズボンに押し当てる。その後も彼の怒りは収まらず罵倒が続いた。お茶も運べないなんてやっぱり人間じゃないなお前は。化け物は早く会社辞めろよ。そしてついに鈴木さんを殴ろうと手を振り上げたのだ。俺は暴力だけは見過ごすことはできないと急いで立ち上がり、その手を掴んだ。女性に手を挙げるなんて考えられません。ああ、無能な社会のゴミが俺に意見するなんていい度胸してるじゃないか。よし決めた、こことは契約を打ち切ってやる。そうなったらお前の首も飛ぶだろうな。覚悟しとけよ。そう言って高橋は会社から出て行った。俺は殴られそうになった鈴木さんをかばっただけだが、相手が悪かった。今度こそはクビになるかもなと思ったけれど、当然のことをしても相手が違えばクビにされるような会社ならこっちこそごめんだとも思いながら覚悟を決めた。後日俺は社長から呼び出され本社に行くことになった。社長から直々にクビが言い渡されるのか。本社へ到着し一息ついてから俺は社長室のドアをノックした。失礼します。恐る恐る中に入ると、社長以外にも金井さんと、なんとあの公園であった老婆と、なぜか鈴木さんの姿があった。俺はその異様な光景に驚いた。金井さんがその場にいることについては後回しにして、鈴木さん、それにおばあちゃんまでどうしてここに？と尋ねた。すると鈴木さんが、驚かせてしまってごめんなさいと言って、実はこの人はと老婆に視線をやりながら、社長の奥さんで私はこの二人の娘なんですと説明した。けれど以前鈴木さんは両親を火事で亡くしたと言っていた。俺が怪嫌な表情をしているとそれに気づいた鈴木さんが、火事で両親を亡くした直後、この二人に養子として迎えてもらったんです。これまでの友人関係などもあり、名字はそのままの鈴木でいさせてほしいとお願いしたので、よく疑われるんです。鈴木さんの言う通り、社長の名字は鈴木ではなく佐藤なのだ。鈴木さんの母である老婆は鈴木さんを一人にするのが心配だったため、都内の実家を出て鈴木さんと二人で暮らしていたそうだ。そういうことかと納得した俺だったが、ここへ呼ばれたことへの緊張はまだ解けずにいた。あの、ところで僕はなぜここに呼ばれたのでしょうか。この問いに社長ではなく鈴木さんが答えた。あの日、私を高橋さんから守ってくれたことを父に伝えたんです。そこからの話は早かった。御曹司の高橋は俺との一件で自身の父である社長に契約を終了するよう宣言通り打診していた。しかしそれがあだとなったのだ。彼の父がうちの社長にそのことを伝えると、私はその支店で働いている私の娘にお宅の息子さんが殴りかかろうとしたところ、うちの社員がかばったのだと聞いておりますがと言い返され、事実確認をするために御曹司に詰め寄ると間違いないと認めたらしい。それに加えて鈴木さんは高橋と金井さんが付き合っていること、金井さんがミスを俺になすりつけていたことを報告していたのだ。そしてこの日、金井さんもここに呼ばれた次第であった。金井君、彼に何か言うことがあるんじゃないかね。社長は金井さんに向けて低い声でそう言った。私のミスを立花さんのミスだと部長に告げました。申し訳ございませんでした。そして金井さんは解雇となった。御曹司の彼はというと、どうやら相手方の社長も実の息子でありながら手を焼いていたそうで、今回の件が彼を解雇にするいい機会となったらしい。解雇となった高橋は今では別の会社で平社員としてせっせと働いている。またお互いを利用し合うだけの関係だった金井さんと高橋はこの後すぐに破局した。この年でクビになるかもしれないという人生の岐路に立たされていた俺だったが、まさかの逆転劇でクビがつながり、以前のミスは金井さんのミスだということも判明したので本社へ復帰することができた。移動した田舎の支店にようやく馴染んできた頃でもあったので、少々名残惜しい気もしたが、社員らも俺の本社復帰を喜んでくれたので気持ちよく帰ることができた。後に鈴木さんから聞いた話なのだが、うちの会社は過去に倒産の危機にまで追いやられていたそうだ。そんな時に現在の鈴木さん母、
社長の妻がアドバイスをして、そのアドバイス通りに進めたことによって会社は立ち直ったのだという。このようにどうやら鈴木さんの母には先見の明があるらしく、思い返せば初めて会った時、これから人生の岐路に立たされるだろうけど決して負けるんじゃないと俺も助言をもらっていたことに気づく。ひどい仕打ちから鈴木さんを守った。たとえ相手が取引先の会社の息子だとしても、してはいけないことをしようもんなら止める。それは実際あの場で行動したのが俺だけだったように、当たり前のことのようでとても難しいことだ。それでも俺は自分の信念に従って鈴木さんを守った。そのことが今回カナエさんと御曹司の彼を懲らしめることにつながった。その後俺と鈴木さんの関係も変化していった。都内と田舎で距離は離れていたが、定期的に連絡をし合い、休みの日には出かけるようになった。次第に彼女に惹かれていった俺はついに告白をした。私でいいんですか？正直恋愛となると顔のことまだあまり自信を持てなくて。鈴木さんがいいんです。顔も性格も全てが僕のタイプです。立花さん。ひろしって呼んでください。じゃあ私のことも知恵って呼んでください。こうして俺と知恵の関係は交際にまで発展し、昨年結婚した。そうして今知恵のお腹には新しい命が宿っている。どんな人にでも人生のターニングポイントというのは存在する。知恵のように幼い頃に両親を亡くし、人生の岐路に立たされた経験がある人も少なからずいるだろう。それは決して他人に慰められたものではないし、自分自身でも立ち直ることは容易ではない。それでも生きてさえいれば必ず光は差し込む。知恵のように素敵な両親に拾われるかもしれない。またあの日の俺のように当たり前のことだけれど、なりふり構わず暴力に屈しなかった結果、人生がいい方へ転がることだってある。人生何があるかわからない。誰だって一度はこの言葉を見たり聞いたりしたことはあるだろう。俺は全くその通りだと思っている。そこにいる君がもし今自分が人生の岐路に立たされていると感じていたとしても、何も怖がる必要はない。両親を亡くし一時は行き場を失い、顔にも心にも大きな火傷を負った少女が強く生きようと決心できたんだから、諦めなければ道は開ける。諦めなかった人にだけ道は開ける。似ているようだが、後者の方が頑張ろうと思える気がしないだろうか。俺はこれからも何事も諦めずに、知恵と、そしてこれから生まれてくる子供と一緒に未来へ向かって歩み続けようと思う。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。お前、さっきの新入社員だよな。そうだけど、俺がそう返すと目の前の男は明らかに不機嫌そうな顔をした。先輩には敬語を使えよ。男、黒田は俺のことを勘違いしているらしい。いいか、先輩の言うことは絶対だ。いいな。俺がもともと知っていた会社のことをベラベラと話したかと思ったら、先輩風を吹かせてくる黒田。勘違いしているとはいえ、どのみちこれは先輩としても良くない姿だ。俺、今月ちょっとやばいんだよね。5万円貸してくれない？返さないけど。そうにやりと笑って言ってくる黒田に、イライラが我慢に達していた俺はうなずいた。かしこまりました。じゃあ、給料から天引きしときますね。はあ？俺の言葉に黒田はポカンとした顔をした。このあと彼は真実を知る、そして驚愕することになるのだった。俺は高石雄介、29歳の独身だ。今まで俺は支社で働いていたが、久しぶりに本社勤務となった。おお、ここが本社か。立派なビルだな。そして今日は初めての出勤日だ。おお、来た来た。おい、ゆうすけ。ああ、大地、久しぶりだな。職場に着くと玄関ロビーで友人の丸山大地が待っていてくれた。
彼は俺の大学からの友人で同期入社した仲だ。入社時から二人で切磋琢磨し競い合っていた。いいライバルで仲間だった。待ってたぞ、ゆうすけ。お前とまた一緒に働けて嬉しいよ。ああ、俺もだよ。これからよろしく頼む。おう、ここには来たことなかったよな。社長室に向かいながら軽く社内を案内するよ。ありがとう。俺が以前に本社勤務をしていた頃は別のビルに間借りしていた。今では自社ビルを持つほどに成長したが、移転後の本社には今日初めて立ち入る。そんな成長した会社の社長は中川圭太。大学時代の先輩であり、俺と大地をこの会社に誘った張本人だ。社長の中川先輩だけど全然変わってないぞ。マジか。じゃあ大変だったろ。ああ、たまに飲みに誘われるし。そうか。大学の頃もよく飲み会行ったよな。行った行った。お前あの頃酔っ払った勢いで告白したの覚えてるか？おい、それは黒歴史だって。しかも振られたし。そうだったな。自然と会話は若い頃の話になった。大地だって旅行先で一人だけ迷子になったじゃん。しょうがないだろ。ついつい気になって足止めたらお前らいなくなってて、あの時はマジ焦ったわ。声からしてテンパってたな。沖縄に行ったこともあったよな。あったあった。落ち着いた頃にまた行こうぜ。そうだな、行こう。今度こそ落ち着いてゆっくりな。話をしながら新しい本社を見回す。それにしても本当に立派になったな。ああ、入社した時なんか大変だったよな。そうそう、あんまり仕事がなくてさ、食うものに困ってもやしばっかり食べてた。だよな。正直こんなに成長するとは思わなかったわ。あ、あそこが社食な。了解。入社当時は本当に苦労した。だが、あの時の経験があったから、今の会社と俺があるんだと思っている。それはきっと大地もだろう。あ、丸山部長。ん？ああ、黒田か。おはようございます。と、がたいのいい若手社員が大地を見て元気に挨拶してきた。ゆうすけ、彼は黒田光一、期待の若手だぞ。ええ。丸山部長、そちらは？黒田と紹介された彼は、怪訝そうに俺を見た。今日からここで勤務する高石だ。変な時期の採用なんですね。でもこれでやっと俺にも後輩ができる。大地の紹介に黒田は満面の笑顔で喜んでいた。ああ、いや、ゆうすけ、高石は後輩じゃなくて。黒田くん、ちょっと確認したいことがあるんだけど。あ、はい、今行きます。じゃあ、俺はこれで。大地が訂正しようとしたが、黒田は他の社員に呼ばれて行ってしまった。あっちゃ、勘違いしたままじゃないか。そうだな。まあ、後で訂正しよう。とりあえず先輩のところに行くか。だな。あんまり待たせると、今度は何されるかわかんないし。そうそう。俺たちは顔を見合わせて、社長室に向かった。失礼します。おっと、大地とゆうすけか。そうか、今日からだったな。悪い、ちょっとこれから出なくちゃいけないんだ。社長室に入ると、中川社長が今まさに出かけようとするところだった。お久しぶりです。忙しそうですね。何かあったんですか？ああ、ちょっとトラブルがあってな。すぐに向かわないといけないんだ。中川先輩は申し訳なさそうに俺を見た。それでもバタバタとすぐに出られるように準備をしている。悪いが、ゆうすけ、また後で。ええ、
俺は大丈夫ですよ。大地、お前も来てくれ。はい。ゆうすけ、一人で大丈夫か？大丈夫だって。社内を見て回ったり、書類を読んだりしてるから。悪いな。お前に見てもらいたい書類はデスクの上に置いといたからな。はい。アキラがとりあえず代理してくれるから、何かあったら聞いてくれ。俺は慌てたように出ていく二人を見送った。中川先輩が言っていたアキラ、鈴木アキラというのはこの会社の専務だ。中川先輩の幼なじみで、学生の頃から中川先輩のサポートをしている。鈴木先輩。おお、高石。そうか、今日からだったな。悪いな、バタバタしてて。いえいえ、なんかあったんでしょ？しょうがないですよ。そう言ってもらって助かる。向こうから戻って早々悪いが、いろいろと頼むぞ。わかりました。そういえば鈴木先輩も？ああ、その予定だ。俺の方は丸山に頼んである。そうでしたか。それから鈴木先輩に挨拶を済ませた俺は、二人に話した通り過ごしていると昼休憩の時間になった。確か茶食はあっちだったな。俺は頭の中の地図を頼りに茶食に向かった。従業員たちの雰囲気を見てみたかったというのもあるが、一番を案内してもらった時に、うちの社食はカレーがうまいんだよ。そうなのか。そう、マジでうまくておすすめ。後で食べてみろよ。うまくてびっくりするぞ。どんだけ自慢なんだよ。と自慢していたから、せっかくだしそのカレーを食べようと思ったのだ。あ、お前さっきの。声に振り返ると、そこには先ほど出会った黒田がいた。黒田はまっすぐに俺に近づいてくる。お前さっきの新入社員だよな。そうだけど。勘違いしているせいか、気安く話しかけてくる黒田。向こうが年下ということもあり、俺はそう返した。すると黒田は明らかに不機嫌そうな顔をした。先輩には敬語を使えよ。はあ、そうだけど、じゃなくて、そうですだろ。先輩に対する礼儀がなってない。後輩は先輩の言うことを聞くべきだ。つうわけで、大盛りのカツ丼を買ってこい。え、自分で買えばいいんじゃ。席を取っといてやるから、さっさと買ってこいよ。そう言うと、さっさと黒田は去っていく。もちろんカツ丼代はもらってない。仕方ないか。ここで突っ立っててもしょうがない。俺は自分のカレーと黒田のカツ丼を購入することにした。おい新人、こっちだ。ああ、はい。黒田に呼ばれ、彼と同席することに。この会社はもともとは違うところにあったんだが、今じゃこんな立派なビルに移転してる。それだけこの会社大きく成長したんだ。そうですね。ここまで大きくなるのは大変だったらしいぞ。何せ当時はまだ流行ってなくて、仕事を取るのも苦労したそうだ。食事を始めると、黒田がこの会社についてつらつらと語り始める。とはいえ、当時からいる俺にとっては知っている話がほとんどだった。適当に聞き流しながら、俺は大地が自慢していたカレーを頬張る。確かにうまい。野菜は少し大きめで食べ応えがあるし、辛みもちょうどいい。自慢するだけあるな。先輩ってのはお前より立場が上だ。だから先輩のことは従え。はあ。いいか、先輩の言うことは絶対だ。いいな。話はだんだん先輩を敬えという話に変わっていったと思うと、黒田がにやりと笑った。俺今月ちょっとやばいんだよね。5万円貸してくれない？返さないけど。は？思わずあっけに取られてしまった。あははは、なんつう顔だよ。なあ、いいだろ、たった5万だぞ。
そんな俺に黒田はゲラゲラと笑っている。ここまでバカにされるなんてさすがにもう我慢できない。俺は目の前の無礼な若者にイライラしていた。かしこまりました。じゃあ給料から天引きしときますね。はあ？笑顔で言い放った言葉に笑っていた黒田が今度はポカンとした。経理に話しておきます。そう告げ、俺は残っていたカレーを平らげて席を立った。おい待て、どういうことだ。黒田が追いかけてくるが無視して食器を片付けた。あ、いたいた、ゆうすけ。大地、今戻ったのか。おう。そこにちょうど大地が帰ってきた。カレー食べたか？俺が勧めるだけあってうまかっただろ。ああそうだな。と黒田一緒だったのか。あ、大地が俺を追いかけてきた黒田を不思議そうに見る。どうかしたのか。あ、いや。大地、ちょうどよかった。話したいことがあるんだ。俺は大地に全てを話すことにした。話？なら場所移すか。ああ、いや、ここで大丈夫。そうか、黒田となんかあった感じか。いや、大したことじゃないよ。それでさ、この黒田くんが5万貸してほしいんだけど返さないって言うんだ。それで給料から補填するって言っただけだ。はあ？大地は意味がわからないという顔で黒田を見た。どういうことだ。いや、これはちょっと、先輩のことを部長に告げ口するなんてどうかしてる。そう怒る黒田に大地はため息をついた。落ち着け。訂正しなかった俺も悪かったが、高石はお前の後輩じゃないぞ。は？後輩じゃない？だって今日からここでって。大地になだめられた黒田は困惑したように俺たちを見ていた。高石雄介はな、次期社長に任命されて本社に戻ってきたんだよ。その言葉に黒田は驚愕の表情を浮かべた。次期社長？こんなに弱そうなやつが社長とかありえない。いや、社長に強いとか弱いとか関係ないだろう。黒田の言葉に思わずツッコミを入れた。弱そうと言われて自分の姿を思い浮かべる。確かに俺はいわゆる童顔だ。身長だって平均より低い。学生の頃から同い年のはずの大地と一緒にいても、なんか高石と丸山って同い年に見えないよな。本当、友達なんてパッと見じゃわかんない。友達っていうより兄弟って言われた方がピンとくるかも。そんな風に言われていた。高石って年齢不詳だよな。そうそう、言っちゃ悪いけど威厳もね。学生時代の友人に何度も言われた言葉。自覚はあるが、その分少し気にしている。ゆうすけはな、俺と同じ同期入社で大学の先輩だった社長や専務と共にこの会社を立ち上げたメンバーの一人なんだよ。そんな。中川先輩は学生時代に起業し、彼に可愛がられてた俺たちはその時から手伝っていた。ゆうすけ、大地、待ってたぞ。先輩、今日から改めてよろしくお願いします。ああ、こっちこそ。今日から後輩じゃなくて正式な社員として頼んだぞ。二人には頑張ってもらわないとな。あは、今まで以上に頑張らせてもらいます。卒業してからは社員としてこの会社の発展のために尽くしてきた。中川先輩に振り回されたり、仕事となると厳しくなる鈴木先輩に追い込まれたりして。ゆうすけ、頼みがある。はい。フィリピンに行ってくれないか。フィリピンですか。ああ、そろそろ海外進出しようと思ってな。
その拠点としてフィリピンに事業所を作ることにしたんだ。それでお前にその責任者を任せたい。数年前、俺は中山社長の辞令でフィリピン支社に責任者として行くことになった。慣れない土地でもフィリピン語を専攻していた俺は言語に困らず、現地の従業員とうまくやっていた。やっぱりユウスケに任せて正解だったな。ありがとうございます。アキラも褒めてたぞ。あの人も褒めるんですね。確かに仕事には厳しいけど、アキラはお前らのこと認めてるぞ。それにより海外進出は成功し、会社の業績はうなぎ登りになった。で、今回俺が次期社長として本社勤務になった理由は、ユウスケ、俺別にやりたいことができた。はあ、それで？それで他の会社を立ち上げることにした。え、はい、別の？じゃあ今の会社はどうするんですか？そこでお前に任せたいんだよ。ユウスケなら信頼して任せられるからな。まだ社長は30歳と若いのに。いや、若いからこそ今の会社を俺に任せ、新しく起業することにした。そのため新しい社長として俺が日本の本社に呼び寄せられたのだった。そんな、俺は後輩じゃなくて新しい社長に。黒田、ユウスケは確かに見た目は弱そうに見えるかもしれない。おい。だけど俺よりも優秀なのは確実だ。だからこそ現社長はユウスケを呼び寄せたんだ。俺たちの話を聞いた黒田は呆然としていた。先輩なら後輩を導くもの。後輩は先輩の言うことを聞く道具じゃない。後輩が先輩の言うことを聞くのはその先輩を敬うからだろう。もっともです。俺が諭すように言うと黒田はうなだれてしまった。十分に反省してるらしい。確かに先輩だからって威張られて怖かったから従ってたけど、敬っている人なら自然と言うことを聞けてたしな。俺が間違っていました。先ほどの威張った感じは消え、すっかり小さくなっていた。この先新入社員が入ってきてもあのような態度をとってはいけない。尊敬される先輩にはおのずとみんなついてくるものだから、そんな人間を目指してくれ。俺あんな態度とったから辞めさせられるんじゃ。期待の若手なんだろ。ああ、そうだな。なら今回のことは不問にしといてやる。で、何か困っていることがあるなら相談に乗るから何でも言ってくれ。高石さん、本当にありがとうございます。俺あんな失礼なことをしたのに本当にすみませんでした。俺高石さんについていきます。これからよろしくお願いします。ああ、頼んだぞ。はい、必ず役に立ちます。その日、俺が次期社長となり、現社長は別事業を立ち上げることが発表された。もともと社長の中川先輩は好奇心旺盛で何でも自分でやりたいタイプだ。先輩との出会いももともとは彼が立ち上げたサークルに入ったのがきっかけだった。へえ、お前ら見込みがあるな。ありがとうございます。なあ、下の名前は？ゆうすけです。俺は大地です。ゆうすけと大地だな。よし、これからお前らも俺に付き合えよ。え？付き合えって？悪いな、二人とも。啓太はそういうところあるから。気に入られたってことは二人とも優秀なんだろうし。まあ諦めてくれ。そんな感じで俺たちは気に入られ、可愛がられて、いろいろと声をかけられた。ゆうすけ、大地、ちょっと付き合え。え、何ですか先輩。またですか？ああ、今度は沖縄に行くぞ。悪いな、付き合わせて。どうしても二人を連れてくって聞かないんだよ。そのため学生の時から
俺や大地は振り回され続けた。鈴木先輩もなんだかんだ言いながら巻き込んでたし。ゆうすけ、大地、俺、あきらと一緒に起業することにした。ついにですか。先輩ならいつかやりそうだと思ってましたよ。だろ？だけど学生だからな。人手が足りない。だから二人の協力が欲しい。わかりましたよ。もちろん手伝います。起業の際にも俺たちは真っ先に声をかけられて、手伝っているうちに立ち上げメンバーになっていた。しばらくは中川先輩に振り回されることもなくなるな。しみじみ言うなよ。確かに振り回されてきたけど、これからは鈴木先輩に頑張ってもらおうか。感慨深くつぶやくと大地は苦笑して言ってきた。それからやることを終えて会社を出る。高石さん。ああ、黒田。すると黒田が会社の前で待っていた。あの、本当に申し訳ありませんでした。反省してるのならもういいさ。それで謝りに来ただけか。いえ、あの、話を聞いてほしいんです。ああ、わかった。俺は黒田を連れ近くの店に入ることにした。それで話って、もしかして金のことか。え、はい。実は俺今生活に困っていて。黒田は言いづらそうに話してくれた。俺シングルマザーの家庭で育ったんです。親父はどこの誰かも分かりません。顔すら覚えてないです。そりゃ大変だったろう。まあ、それで俺にはまだ高校生の弟と中学生の妹がいるんです。お袋は俺たちを育てるために一生懸命働いてくれました。朝早くから遅くまでいくつも仕事を掛け持ちして、俺もバイトとかしてたんですけど、お袋には相当負担がかかっていました。俺は普通の家庭で育ったからそういった苦労は感じたことがないが、黒田自身も苦労したのだろう。どこかくたびれた顔をしていた。それでお袋は最近体調を崩すようになって、今入院しているんです。それは心配だな。ええ、過労だそうです。それで俺が一人で家族を養ってる状況なんです。正直ギリギリなんですけど、兄弟たちの学費も稼ぎたくて、それで副業として夜遅くに工事現場で働いてるんです。確かにうちの会社は今や世界に通じている大手だが、若手である彼では生活費と入院費を稼ぐので精一杯なのだろう。高石さんは海外にいたとお聞きしました。ああ、そうだな。多少きつくてもいいです。稼げる方法を教えてください。お願いします。黒田は俺に頭を下げた。このままだと弟の受験に間に合わないんです。お願いします、高石さん。必死に頭を下げて懇願する黒田。あの時どうして5万円を貸してほしいと言ったのか、彼の話を聞いて理解した。それと同時にガテン系のように体が鍛え上げられている理由も分かった。そりゃ毎晩工事現場で働いてたら嫌でも鍛え上げられるだろう。俺の弟はすごい優秀なんです。あいつなら上の大学だって目指せるんです。だから大学に行かせてやりたいんです。そのためならどんな仕事でもやります。俺、体力や頑丈さには自信がありますから。そうか、まあ確かに心当たりはある。だけどな、優秀な社員をよそに引き抜かせたくないな。そう言って笑えば黒田が顔を上げた。悪いようにはしないから少し待っていてほしい。は、はい、わかりました。それから調査によって黒田の言っていたことは本当だと分かった。黒田、次こっち。はい。夜の工事現場で一生懸命に働く姿を俺自身も目撃していた。さすが黒田だ、
頼りになるな。ありがとうございます。きついはずの仕事をそんな様子を一切見せずに働く黒田。そんな黒田は翌朝には、おはようございます、今日もよろしくお願いします、何もなかったように元気に挨拶をして仕事に励んでいる。黒田くん、こっちいいかな。はい。そっち終わったらこっちもいいか。はい、すぐに行きます。昼でも夜でも頼られる彼、体力のある黒田であるからできることなのかもしれない。だがこのままでは倒れてしまうのではないかと心配になるほどだった。それは俺も思っていた。ゆうすけの言う通り、夜明け近くまで働いて数時間だけ寝て出社してるらしい。このままだと母親のように過労でいつ倒れてもおかしくない。大地も彼のことを心から心配しているようだった。これは早急に進めないとな。俺は考えていることを進めるために動き出した。社長になった俺は必ずやると決めていることがあった。それは社内の福利厚生の一つとして、社員の子供や兄弟に向けての無利息の奨学金を制度化することだ。成績や内申での審査はあるが、進学や留学のための学費を捻出するためのもの。またこの制度を利用して進学を受けたもので、希望があれば卒業後に会社に採用されることとした。この制度の導入で会社は優秀な人材を獲得することができるようになり、社員のモチベーションも上がった。真っ先に制度を受けるように声をかけた黒田も、もちろんこの制度を利用している。彼の弟はこの制度を使い有名大学に進学、今は経済を学んでいるそうだ。いずれは海外で働きたいって言ってるんですよ。そんな彼が入社を希望してくれてたらいいなと俺は願っていた。そして黒田はすっかり俺を信頼し尊敬してくれるようになった。お前に言われた件で変わったよ。少し前に入った新人に丁寧に仕事を教えてて、すごい慕われてるぞ。へえ、そうなんだ。まあ弟のことで焦ってなきゃ普通にいいやつそうだしな。そうそう、それにあのガタイだし、ボディーガードも兼ねて俺の助手にしたいくらいだよ。そう言って笑う大地も黒田のことを気に入っているらしい。それにしても、それもいいアイデアじゃないか。そんなことを俺も思い始めていた。あれから黒田とよく話すために食事に行くことがある。その時に、そういえば黒田は何かやってたのか、結構体引き締まってるけど。ああ、俺柔道部に入ってたんですよ。それで体力と気合だけはあるんですよ。そんなことを話した。ちなみに空いた時間で時々柔道をやっているらしい。それで工事現場での仕事を辞めた後も体が引き締まってるそうだ。そんな彼ならボディーガードとしても有能なんだろうな。それから数年後、俺は社長として盤石な地位を築いていた。黒田は専務となった大地の直属の部下として俺を支えてくれるようになった。実は先日不審者に襲われそうになった際、黒田は得意の柔道で犯人を取り押さえた。それで警察から感謝状をもらったくらいだ。まさかあの時の大地の言葉が現実になるとは思ってなかったけど、あの時の黒田はすごかったな。やめてくださいよ。俺もともと体育会で中学、高校、大学で先輩にだいぶしごかれてたんですよ。だから先輩の言うことは絶対というのが残ってしまっていたのだろう。しかしその悪しき慣習を忘れ、今では誰からでも慕われる理想の先輩となっている。そんな彼の弟もこの会社に入社し、今ではフィリピンで活躍している。弟も高石さんに恩義を感じてるんですよ。それでその分を仕事で返そうと張り切ってるんです。そうか、それはありがたいけど無理するなって伝えといてくれ。お前たちは無理して頑張る傾向にあるから。はは、承知しました。あれ、黒田か。声をかけられて振り返ると
がたいのいい男が立っていた。え、あ、監督。監督ってもしかして工事現場時代の？そうです。久しぶりだな。声をかけてきたのは当時副業していた先の現場監督だったようだ。この前新聞でお前のことを見てどうしてるのかと思ってたんだ。新聞？不審者捕まえて警察から表彰されたんだろう？それでしたか。現場監督に言われ黒田は照れくさそうにしていた。と現場監督は黒田をじっと見つめた。いいところに拾ってもらったな、黒田。え？あの頃のお前は家族のために少しでも稼ぎたいと言ってたし、事情があるんだと思ったから雇っていたが、正直働きすぎていつか倒れるんじゃないかって思ってたわ。現場監督もですか？え？あんたも思ってたのか。はい、みんなから頼りにされてたし、何でも一生懸命だったけど倒れないかとヒヤヒヤしていました。それ実は弟たちにも言われたんです。そんなにわかりやすかったですか？そういうわけじゃないさ。お前は働き者だったからみんな心配してただけだ。そう言い現場監督と共に笑う。それに黒田は照れたように苦笑していた。そんな出会いから数日後。久しぶりだな。そっちも順調そうで何よりだ。鈴木先輩から連絡があった。ちなみに中川先輩の方の授業も大成功したらしい。彼に引き抜かれていった鈴木先輩がいろいろと教えてくれた。相変わらず周りを振り回してるけど、それがあいつらしいんだよな。そうそう、高石たちの方に頼みたい仕事があるって言ってたぞ。どうやらまた俺はあの先輩に振り回されそうだ。そのことを大地に話したら彼も苦笑していた。本当、中川先輩らしいだな。今度は黒田も巻き込んでみるか。そういえば相変わらず祐介は年齢不詳だよな。どういう意味だよそれ。お前って相変わらず童顔じゃん。黒田と並んでもどっちが年上かわかんねえぞ。うるさいな。社長として働いて長くなったが、威厳というのはそう簡単にはつかないらしい。相変わらず大地と俺は同い年には見られない。それどころか鍛えているせいか黒田とも兄弟に見えるらしい。ちなみに俺は結構気にしてる。俺も鍛えたら少しはマシになるか？手遅れだろ。だよな。せめてもう少し威厳があればな。思わずそんなことを思ってしまった。そして予想通り俺たちは中川先輩に呼び出された。黒田を巻き込んで中川先輩たちの会社を訪れる。お久しぶりです、先輩。相変わらずらしいですね、中川先輩。お久しぶりです、中川前社長。ああ、久しぶり。そっちは当時でも期待の若手って言ってた黒田か。はい、黒田光一です。元気でいいな。お前たちが連れてきたんだ。優秀なんだろ？はい。ありがとうございます。早速話をしよう。中川先輩からの頼み事というのは、今度コラボして商品を出そうというものだった。それなら、なあ、大地。俺も考えてた。黒だ。はい？この件、お前に任せてみようと思う。うん。これなら海外を巻き込むのもいいな。弟の方とも連携してやってみろ。俺でいいんですか？黒田だから任せたいんだ。頼んだぞ、黒田。はい。この案件はフィリピン支社とも連携し、大成功を収めた。それにより俺と中川先輩の会社は、さらに名を知られることに。俺は、社員を大切にする会社は、社員がしっかり働いてくれる会社だと思っている。高石さん、丸山さん、こっちの案件なんですけど。ああ、ありがとな黒田。本当に助かるわ。いえいえ、俺はこの会社、高石さんたちに救われたんですから、これくらい当然ですよ。
会社のために尽くしてくれる社員をこれからも大切にしていきたい。お兄ちゃん。あれ、どうした？母さんまで連れて。今日はお祝いを兼ねて外で食べようと思って。あ、高石社長。高石社長さん、こんにちは。はい、こんにちは。私もいつかこの会社に入るのが夢なんです。そうか、楽しみにしてるよ。ああ、そうだ、今回の報酬に休暇と臨時ボーナスを出すことになった。今度みんなで弟のところに行ってやるといい。本当にありがとうございます。もちろん社員の家族もその対象である。これからも社員とその家族のため働きやすい会社を作ろうと俺は改めて誓った。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。